どうもヌヌです。メビウスファイナルファンタジー PC 版第6章追憶の魔女後編遊んでいきたいと思います。いやー、追憶の魔女もうあれかな、これで中盤に入るのか、それともまだ序盤なのか。後編のね、敵が現れた。俺の拳はすでに凶器だ。手加減なしだぞ。いいだろ。勝つのは俺だ。いつか笑って話せるよ。よし、デイリーミッションコンプリート。これこっちだよな、旗ついてるし。とりあえず旗がついてるなら旗ついてる方向に進んでみようか。合ってるかどうかは分かんない。お前は最高の靴を知る。メガヘッド。ボムがいっぱいいる。手加減なしだ。うまくいけば。もう一発。見
う感じか。俺の生き方に踏み込む。流れを掴む。やべえなこれ。いけたいけた。いつでも引き金を引こう。記憶に残る敵じゃなかった。次こっちか。よし行こう。アトモス。ターン削られてる気がするけど、攻め最後に取ってしまう。かかった捕らえたぞ。待ってるよ。受けてみろ。バイオブラスター。ゲート1回なんてね。じゃあこれで抜けられるのかな。ちょっとじゃあ変えてやってみようか。いつも使ってる強化型のスノーコスプレだとどんな感じになるのか。攻め。勝つのは俺だ。
ぶん殴るしか能がないんだ。ちょっとの顔面で言うと、ねえ、じゃあ、バロン、変わんないけど、まあ、バロンの夜明けの方が強い威力は出てるけどね。水特化のティーダーが強いな。どうかぶったか、ぶつかってるだけか。仕留めるか。やっぱり壁に変わった後の属性物理殴り攻撃がやっぱりスノーのが強いな。前の森休息地行きましょうか。勢いをつける。いい気になるな。とっ、読めたぞ。俺たちは軍隊より強い。何だこの様子、こいつは何なんだ。俺が希望を守り抜く風属性、ヒーロー誕生なんてな。エリクサーエーテル、デジャの魔石、魔石じゃない、魔変か。敵がわさわさ鬱陶しいね。振り切ったって思っても次から次へと湧いてくるし、ったくいつまで追いかけられんだっつーの。追い詰められるか追い詰められるまでよ。追いつかれるか追い詰められるまでよか。逃げ切れる希望はなしかよ。まあいい、それなら追っ手を全員片付けるだけだ。ここで待ち構えて迎え撃っちゃう。それじゃあ多勢に無勢太郎、俺たちは移動し続けるんだ。追いついてきたやつから順に始末する。相変わらず君の考える作戦って身も蓋もなくえげつないね。お褒めに預かり光栄だ。全然嬉しそうじゃないんですけど。前の森が行く手を阻む。さらにさらに、はい、というわけでさらに迷いの森が広がりました。今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。